斉藤知事は19日、全会一致で不信任決議が可決された後、記者団に大変重い議会の選択。自分にとっても重い判断で、これからしっかり考えると述べ、身体や決断の時期を明言せず、20日午前には X、旧ツイッターに、県民の皆様に心配や不安を抱かせ、心からお詫びする。しっかりと考え、決める、などと投稿した。 20日には MBS の情報番組、4chanTV の単独インタビューを応じた後、夜には、関西熱視線、に NHK 神戸放送局から生出演。疑惑告発文書への初期対応については、当時の対応としてはベストと改めて正当性を主張した。さらに、改革、という言葉を連発して自身の実績をアピールし、キャスターの同局、近田祐一アナウンサーから、 実績は分かりましたと遮られる場面もあった。そしてこの日は、ウェイクアップ、にキャスターの読売テレビ中谷忍アナウンサーと異例の対面方式で出演。キャスターと1対1での出演は斎藤知事の希望によるもので、告発文書について事実でないことがたくさん含まれていると主張。身体については少しずつ自分の思いは固まりつつあるんですけど、 やはりしっかり考えたいと思っていますと語った。不信任決議を受けた知事の連日のテレビ出演に、SNS では何しに出演したの。自己正当化ばかり、知事の話だけを取り上げるのはフェアじゃないと違和感を覚える声が続々。一方で、斎藤知事に語る場を与えるのは当たり前のこととの声や選挙活動に利用されている、対立候補が出る前に露出しておこうという混沌など再出馬への、 不正、と見る意見もあった。不信任決議の可決を受け、斎藤知事は29日までに議会解散か辞職、失職を選ぶ必要があり、県議選か知事選のいずれかが今後行われ。